こちらのカメラを撮ってくれてるのがゆみちゃんです。ゆみちゃん、はい、今回は私が内山がカメラマンを担当させていただきます。はい、しっかりとお二人の絵を、ね、撮っていきたいと思いますよ。こみちあやの名前の由来になった綾小路通りの看板と、うん、あと私を一緒に、うん、撮ってもらうということでね。じゃあ私が写真係を、はい、2人で、はい、まなみが撮ってくれるということで、サポートしていきたいと思います。じゃあ今から看板を探しに行きましょう。はい、普通の通りなんですよ。今のところコンビニの看板しかない。20 速度的なやつ。あ、ね、結構道路標識しかない。看板、大きな道路に。え、ま、え、どれ、え、どれ、こっち看板見当たりますか。看板、看板やーい、看板。あ、え、え、あれ、どれですか。カメラで左を映していただいて、ゆみちゃんの位置から映るかな。あれ、わかりますか。ずー、ちょっと、ちょうど真横。これちょっとずれてみると、あ、映った。ここからだとちょっと、え、まさか読めないので、もうちょっと右手に。タレちゃん、ここに立つの。私、車道に立つの。道路の真ん中立つの。立たない立たない。それはさすがに。ちょっとね、じゃ一緒に映るように。命大事にということで。そりゃそうだ。ちょっとずれて。そうだね、はい、もうちょっとね、読める位置にしましょう。もうちょっとしっかり見えるところに行きましょう。行けるかな。読める、読める、読める。うん、ここいいんじゃない。というわけで探しておりました綾小路通りの看板がこちらにございましたので、ここからはですね、私と看板の記念撮影をまなみに撮っていただこうと思います。それじゃあまなみ、はい、いけそうですか。ね、今ね、綾小路通りめっちゃ拡大してるんだけど。ちょっと待ってよ。なんとなく、あ、タレちゃん、もうちょっとこっちに。こっち行きます。はい、チーズ。撮れた。近い、カメラ近い、カメラ近い、ちょっと何撮ってますか。やめてくださいよ。終わったんですよ。ちょっともしかして、もしかして、あなたやめてくださいよ。タイトル来てるんですから、やめてくださいよ。こいちゃん、タレです。いつから撮ってんのよ。いや、結構この距離でずっと撮ってたんですけど。シャバもいいんだよ。あ、そうか。ちょっとね、なんとかギリギリ拡大したら、あ、いけた。いける、いける、いける、いける。じゃあどんな感じで撮れたのかっていうのもね、うん、ぜひ楽しみにしてほしいですね。撮れると思いますので、はい、写真無事に撮れました。綾小路通りでした。ありがとう、ゆみちゃん。日本に来て3年長いようであっという間だったね。いろんなことを思い出しました。アリスと出会った日、高校生活の3年間、そうしたら涙より笑顔の方が出てきちゃいました。あのね、シナ、実は。ここが京都で有名な奈良公園ですか。金閣寺と金髪ってご利益ありそう。私はアリスという名の世界遺産に釘付けですよ。神社とお寺って何が違うんだっけ。この大仏様は夜になると奈良の空を飛びパトロールするで。私たちが友達になるのは運命だったんだね。私とアリスは小さい頃からずっと一緒。きっと来世も一緒なのです。なんとなくだけど、これからも仲良くしていくんだろうなって。この道を通るたび思い出すのね、この輝かしい日々を。日本とイギリスって思っているほど遠くないんだよ。私たち考えてることは一緒だったんですね。